もともとレスポールをずっと使ってたんですけど、クリーンサウンド、特にセンターとかで弾いた時に、僕らスカ弾いたり結構クリーンでカッティングしたりすることがあるので、それの時にレスポールよりもさらに太くはっきり出るのをこう弾かせてもらって感じて、それが一番ですかね、一番最初に。で、箱なんでもしかしたら歪むとはうっちゃうのかなとかいろいろあったんですけど、実際に使ってみても全然大丈夫というか、もうがっつり歪ませてもはっきり音が出るので、それでこう印象が全く変わったっていうか、イメージが変わって、そのまま339をメインで使ってるっていう感じですかね。やっぱなんかこう弾いてていろいろこういじってみるんですけど、センターの感じがすっごい気持ちいいんで、ついそれを弾きたくなっちゃうっていう感じですね。なんか同じセンターでも僕ずっとレスポール使ってて、この感じはレスポールだとやっぱ出ないというか、ちゃんとこの箱が鳴ってる感じがすごくこの339はあるので、だけどこうボディサイズが大きすぎないから、ソリッドの方よりな使い方なんだけど、クリーン的にはすごいその箱の感じが出てるのがすごくいいなと思いますね、弾いてて。曲によって僕らもすごく歪んだり、すごい激しめの音を出したりするんですけど、全然そこを不安感がなくいけるっていうか、逆にフィードバックさせたい時もなんかこうなんていうのかな、こう制御しやすいというか、フィードバックさせたい時の感なんていうか、こうあるんですよ。この339のライブとかでこうちょっとこうアンプに寄っていくとフィードバックしてくるんですけど、その感じがすごい制御しやすいんですよね。逆になんかソリッドだとフィードバック来ないみたいな時もあるんで、そういう感じがないというか、すごく自分でコントロールしやすいギターだなと思いますね。すごい箱だと例えばジャズだったりとかっていうイメージがすごく強かったりすると思うんですけど、そういうやっぱクリーンで弾いたりとか、でもそういうところじゃない使い方もさっきやったみたいにすごく歪んでるサウンドも出せるし、かといってすごいクリーンなそういうところも出せるし、ある意味オールマイティーとはまでは言わないかもしれないけど、出したいと思ってる感じがすごく表現できるギターだと思うんで、そんでサイズ感的にもすごくいいし、そこだからバンドやりたいなとか、ギター家で弾いてるだけじゃなくてバンドに持ち込んだ時にすごいバンドの中で馴染むギターだと僕は思ってるんで、ぜひ、ね、みんなこれ使ってみた方がいいと思います